門田村は、福島県に、かつて存在した村。北合津郡に属していた。現在は、合津若松市の一部であり、東項目では、現在の合津若松市門田町についても述べる。日本福島県合津若松市門田町、合津若松市門田町を山付近、合津若松市街地方面、合津総合運動公園付近から見る門田町、東部合津若松市門田町、 中野付近現在の藍津若松市南部にあたり、商業地、住宅地、農村集落、水田、山林などが広がる。同地区を国道118号、国道401号、福島県道64号藍津若松裏、万代線などが経由しており、これらの路線の沿線の一部では商業施設が立ち並ぶ。また、東日本旅客鉄道只見線、 藍津鉄道藍津線も経由しており、藍津鉄道藍津線については、門田町内に駅がある。主要地区の現況を述べる。門田町北部の地区。国道118号が地区を縦貫しており、国道沿いには商業施設などのほか、私立門田小学校がある。周辺には住宅地、水田などが広がる。門田町北部の地区。北側に東年宮一丁目。 二丁目、西年宮一丁目、二丁目の地区がある。現在、住所上門田町に属する年宮町は、蒸気住居表示が実施されている地域の南の一部地域で、住宅地、水田などが広がる。門田町北部の地区、国道401号が経由するほか、東日本旅客鉄道只見線、合津鉄道合津線も通過する。国道沿いに商業施設が立つほか、 私立小金井小学校、私立第四中学校がある。地区周辺には住宅地、水田などが広がる。門田町西部の地区。国道118号は貨松に芝居パスが地区を縦断するほか、国道401号も当地区を経由する。合図オリンパスなどの工場があるほか、国道沿いにはレストランやホームセンター、スーパーマーケットなどの商業施設が立ち並ぶ。 また、地区の西側和賀川が流れており、北合津町との間に高田橋が架かる。周辺は、住宅地などが広がるほか、一部では水田などもあり、飯寺、上半寺の集落がある。母親戦争では、山本立脇率いる長岡藩平が、味方と勘違いして、戸田光を率いる宇都宮藩平に捕らえられ、処刑された地である。ここで処刑された長岡藩平の母碑は、 戸田光浦により、母親の約千死母の名で、宇都宮市の六道筋に建立されている。門田町西部の地区、東日本旅客鉄道只見線、合津鉄道合津線が経由する。また、当地区の西側は、門田町工業団地という住所になっており、富士通などの工場が建つ。地区内には、水田、集落などが広がり、徳久の集落がある。 門田町東部の地区、福島県道64号藍津若松浦、磐梯線などが経由する。県道沿いの一部地域には、ホームセンターなどの商業施設のほか、私立城南小学校がある。また、地区の東部は、山地で、小田山や、八田山がある。地区西部では、住宅地のほか、一部では水田などの農地もあり、黒岩の集落がある。門田町東部の地区、 国道118号が通過するほか、福島県道64号合津若松裏、番台線も通過する。地区の西部は、水田、集落などが広がり、井出、宮田、北小山、南小山の集落がある。それに対して東部は、山地で、吹屋山がある。門田町東部の地区。地区西部を、国道118号が通過するほか、福島県道64号合津若松裏、 万代線も経由する。地区の北部に、藍津総合運動公園がある。また、地区の西部は、水田、集落などが広がり、新村、堤田区の集落がある。加えて、地区の東部は、山地で、立山がある。門田町西部の地区。地区を、国道118号若松西バイパスが通るほか、福島県道128号藍津若松、藍津高田線も通過しており、 地区の西側を流れる阿賀川に、本郷大橋が架かる。また、合津鉄道合津線も経由しており、南若松駅がある。地区内には、水田、集落などが広がっており、一ノ関、羽黒の集落がある。門田町南部の地区。地区を国道118号が縦断するほか、合津鉄道合津線も縦断するように通過しており、道線の門田駅がある。 地区の西側を阿賀川が流れ、西部には水田、集落などが広がっており、主川、根岸、市、花坂、中島、沢の集落がある。東部は山地になっており、下山、立山、草山、淡路山、片平山がある。ありがとうございます。